皆さんこんにちは、ゆっくり EDS 隊員です。地球防衛軍3、某任天堂スイッチが発売され、丸2日以上が経ち、各地ではフォーリナーとの戦闘が激化していることと思います。そんなわけで今回は、駆け足でミッションを進めまくる隊員のための、初期装備でも効率よく回せる、稼ぎミッションを6つ紹介します。この内容は、登場兵器を活用することで火力を補える、陸戦兵用の解説になります。ペールウィングで初期装備で稼ぎたい、という方は、私の過去の動画に、ペールウィング用の武器の集め方をまとめたものがあるので、そちらをご覧ください。この動画の説明欄に、動画の URL を貼っておきます。よろしければご活用ください。それでは本題に入ります。まず一つ目は、ミッション9、津川浦防衛戦です。ここは、戦車と最強アンチの山トンネルを使うことができ、なおかつ倒しやすくアイテムを確実に落とす、ヘッドルが多数存在する、とてもありがたいミッションです。ただしガンシップも存在するため、うまく NPC に撃墜してもらうことが、素早くクリアすることとなります。ミッション開始後は、近くの NPC 部隊と合流し、戦車に乗ります。その後はスタート地点のあたりで、近くに飛んでくるガンシップを落とします。砂浜で戦っている NPC が全滅するか、その前にガンシップを全滅させたらトンネルに向かいます。ガンシップが残っていれば、入り口付近で撃墜のチャンスを待ちましょう。ガンシップが全滅しているなら、動画のように入り口手前でガンガン攻撃します。ヘッドルが接近してきたら、トンネルの中から安全な距離を保ち攻撃します。残り1体まで減らしたら、裏から出てアイテムを回収、残りを倒しクリアです。続いての稼ぎ場は、ミッション18、魔獣です。ここは効率は悪いですが、確実にクリアできるので、攻略がてらインフェルノに出撃しましょう。攻略方法はヘリに乗って撃つだけです。アイテムは確実に落としますが、当然武器アイテムが出ないこともあるので、何度もここにこだわる必要性はないです。ちなみに今回の撃破までのタイムは、2分40秒でした。アイテムはなしです。続いては、ミッション24、機動部隊殲滅作戦です。ここは、先ほどの津川浦と同じような構成のミッションですが、ベガルタが使用できます。動画を参考に、ベガルタに登場後、後ろに振り向きながら狙えるガンシップを落としていきます。その後、NPC を守るようにヘッドルを倒しながら、引き続き正面に来たガンシップを落とします。ヘッドルを全て倒したら、第2波に備え、海の方を向いておきます。ガンシップの数が減ったら、回収できる武器は回収しておきます。第2波は、プララン持ちのヘッドルに対応、ロケランで狙撃し長期撃破します。その後は比較的安全になるので、状況に応じて武器を回収してみましょう。
続いてのミッションは、31番、巨星新聞です。ヘッドリ軍団を、ベガルタでなぎ倒していくミッションになります。開始後の初動としては、まず正面のヘッドリ2体を倒します。撤下する場所が、攻略の際の通り道なので、この2体が武器アイテムを落とさなければ再出撃しましょう。2体を倒し、武器アイテムを確認できたら3人のヘッドルを倒します。この2体が落とすアイテムは回収が難しいので、スルーします。その後は正面の橋を渡り、先ほどのアイテムを回収しながら近いヘッドルを倒していきます。この辺りからプラランの砲撃が向かってくるので、常時ジャンプを入れて、回避行動しながら各ヘッドルに接近していきます。2回の動画でも紹介しましたが、板板と比べ、ヘッドルのプラランの発射頻度が高くなっているので、ジャンプをし続けないとクリアはかなりきついと思います。動画を参考に、同じようなルートでヘッドルを倒していってください。うまくプラランの餌食にならずに済むはずです。回収可能なアイテムを見極め、クリアしましょう。次のミッションは、39番、回転木馬です。ここは、一見難しそうに見えますが、初期体力、初期装備でも無限稼ぎができる、意外なミッションとなります。ただし、安定するまでの動きはかなり限定されるので、ほぼ動画通りに動く必要があります。まずミッション開始後は、近くの NPC 3組と合流し、急いでベガルタに乗ります。その後右に展開し、敵を片付けながら道路を進みます。正面上空のキャリアを、ロケランで狙撃し落とします。今狙撃しているキャリアが雲のキャリアです。これを落とせるか落とせないかでほぼ決まるので、確実に落としましょう。その後は間髪を入れずに隣のキャリアを落とします。アルミを止めず、最終を目指しながら次のキャリアも落とします。この辺りで振り向き、ザコとキャリアの両方を狙える位置取りをします。ここまで来れば大体安定するので、キャリアとザコをうまくさばいていきます。キャリアを一つ残し、無限稼ぎのスタートです。赤ありのキャリアを残すのが理想ですが、今回は流れで黒ありキャリアが残りました。以上、回転木馬での稼ぎでした。続いて今回の解説のラスト、ミッション40、魔獣の群れです。ここは、バラク2体をベガルタで撃つだけの、ごく簡単なミッションになります。ただし、2体目撃破後は、すぐにミッションが終わってしまうので、基本的に1体目のアイテムしか入手できません。そのため、1体目で武器が出なければどんどん再出撃をしましょう。ちなみに1体目を撃破するまでのタイムは、だいたい35秒前後です。アイテムは確定で4個ドロップし、特に難しい操作もないので、かなり効率が良いです。
ここで C26 爆弾か、C70 爆弾を入手してしまえば、最終稼ぎ場のオージャノスで、全ての武器を入手できるので、それが一番手っ取り早いかと思います。最終稼ぎ場の、紅の山やオージャノスでの稼ぎ方は、以前の動画で解説しているので、こちらもこの動画の説明欄に、URL を貼っておきます。よろしければご活用ください。以上、初期装備でも効率よく稼げるミッションの紹介でした。ご視聴、ありがとうございました。